MLB 選手会、ポストシーズンでのピッチクロック時間延長を希望。当たり前だ。これええな。いっそ廃止したらいい。廃止だけはやめろよ。これ通ってほしいな。バッターとピッチャーの睨み合いみたいな時間、ポストシーズンとかシーズン終盤とかは特に欲しいよね。要は選手ですらいらんって思ってるってことだ。つまり廃止でええ。向こうでもまだこんな議論がなされてるんだから、 NPB で即導入というのは時期尚早ということよね。ポストシーズンプラス5秒ぐらいに調整すりゃ十分だと思う。そうなるだろうし、最初からこんなん導入するなは当たり前で草。必要ない。このニュースは NPB のピッチクロック導入にも影響与えそうやな。いろいろ内容修正してという動きありそう。ポストシーズンはピッチクロックなしでも良いのではないかと思う。やっぱり緊迫した場面ほど間が大事になってくるしね。 MLB でもこんな感じなんだから、まだ日本でやる必要ないだろ。ピッチクロックなしの野球とかも見れない体質になってしまった。ピッチクロックいらんとかマジ言ってる。ちゃんと MLB 見てたらそんなこと言えないと思うんだけど。ピッチクロック批判勢は MLB の試合を見てないだろ。MLB 見てる人たちも最初は過半数が反対やったけど、1ヶ月もすれば8割以上が賛成になってたよ。見る側より選手側の意見が最も尊重されるべきだけどな。その選手にも結構好評。ピッチクロックに慣れたら逆に、ゆっくり間を取ったりする方が難しいんじゃないかな。シーズン中もプラス3秒くらいしていいと思う。合間のイベントからなくせ。それやる前に合間のイベントなくそうぜ。ランナーの出塁状況や点差で分けるのはええと思うねん。覚えるの難しそう。まあ今から修正すればええ。